久しぶりに楽しみにしておりますあのヘンリー小島とマジックナイツの皆さんです。よろしくお願いします。Thank you.
ですか。ありがとうございます。ヘンリー小島とマジックナイスの今回初登場でございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今お届けしたのはですね、ドライブみたい、ダイヤモンドヘッド、ブルースターとベンチャーズ の有名なところちょっとやりました。でこれから4曲はですね、リードギターノーキー・エドワーズ、2018年亡くなっちゃったけどね、残念ですね。ノーキー・エドワーズのソロアルバム出してるんです、4枚その中からちょっと選んで何曲かやってみたいと思います。1曲目はね、モナリザ、ナットキングコーナーが歌ってましたね。モナリザ、本当は静かな曲なんだけど、ロックンロールのリズムに合わせてモナリザ。それからロック、アラウンジャクロック、ね、あれをちょっと、我々が普段歌って立って弾いてるだけなんですけど、この曲に関してはちょっとアクションを入れてみました。ちょっと黙って立って演奏してるんだけど、ちょっと入れてみました。ぎこちないと思うんですが、ちょっと期待するからね。それから2枚目のソロからストーミーナイツという桐山和子っていうのは昔雨降る港町なんで、絶対誰も知らないだろう、そういう歌をやってたストーミーナイツ。で最後は、幸せの黄色いリボンと、4曲ちょっと続けていってみたいと思いますね。まずはマリザから。
ことない4曲なんで、ちょっとやっていることを禁止しました。またベンチャーズの曲に戻りたいと思います。今まではね、ベンチャーズ出してモンキーエドワーズなんで、今回はベンチャーズに日本のヒットメドレーということで、日本のベンチャーズの作曲として日本に行った曲の普通3曲なんだけど、今日はあの初登場4曲、スピッキングサービスで4曲目でお見せしたいと思いますので、もう聴いていただければ何曲かすぐ分かります。4曲のメドレーでいきます。
座って仕事をしているドラムスであります。またリーダーでございますね。ヘンリー小島です。シークレットエンゼルマンで作った人がいてね、会社でエンゼルの仕事やってて、それであの会社の忘年会からで発表したのかな、シークレットエンゼルマンって聞いてみたらつまんないけど私たちは真面目にシークレットエージェントマンですね、秘密帳を振ります。
時間が来てしまいますんで一曲カットします時間まだあるじゃないですか。これが、まあ、いつもあったら実質最後の曲行きますけど、あとはアンコールが出たらやりますとか言ってますが、今日はもうそんなこと言ってられませんので、あと2曲、頑張りつけてください。パイプライト、そして、ベンチャーで極めてからもやります。Thank you.
ですか。何が。あと1曲どうですか。あと1曲なんだあと1曲もうちょっと時間ありそうですけどじゃあ時間なんで